平野紫仕様、インスタでフォロワー数急増。キンプリ声の人気に注目。滝沢秀明氏が立ち上げた新会社戸米の合流を発表し、芸能活動を再開した元キング・アンドスの平野仕様と神宮寺雄太。彼らの再始動には注目が集まっており、特に平野のインスタグラムのフォロワー数が驚異的な伸びを見せています。 この記事では、平野の人気再燃と彼の新たな CM 契約の可能性について詳しく探っていきます。平野仕様の人気再燃。平野仕様は、飛べ入りを発表した同時に個人のインスタグラムアカウントを開設しました。プライベート写真の投稿やファンからの質問に対する積極的な返信など、インスタグラムを活用してファンとのコミュニケーションを図っています。 その結果、わずか数日で297.2万人のフォロワー数を獲得し、金プリの公式アカウントを超える勢いとなりました。多くのファンから注目を浴びる平野市用。平野市用のフォロワー数が急増している背景には、金プリのファンだけでなく、ジャニーズアイドルに興味を持つ一般の人々からも支持を受けていることがあります。 ジャニーズアイドルの看板が外れたことで、彼は新たなファン層を獲得する可能性を秘めているのです。CM 契約の可能性。現在、平野紫耀は P&G パブリンズの CM に出演しており、ロシュロムジャパンのロシュロムアクアロックスワンデ UV シンの CM もオンエアされていました。しかし、 彼がジャニーズ事務所を退所したことにより、CM 契約が終了する可能性が浮上しています。ボシュロム公式が平野のインスタをフォロー興味深いことに、ボシュロムの公式アカウントが平野のインスタグラムを即座にフォローしました。これにより、ファンの間では平野とボシュロムとの再契約が期待されています。 シュロムは平野の人気と影響力を認めており、再契約が実現すれば、平野にとって大きなチャンスとなるでしょう。新しい地図との類似点。平野氏洋と神宮寺勇太が戸部に合流したことは、2017年のスマップ分裂総動時の稲垣五郎、草薙剛香取慎吾の新しい地図、再始動と類似しています。その際、 彼らはすぐに新たな CM 契約を獲得し、グループとしての活動を再開しました。同様に、平野も新たな CM 契約が続々と決まる可能性があり、戸部の運営資金の安定や新人アーティストの育成にも貢献することが期待されています。戸部の勢力拡大。 トベは滝沢秀明氏によって設立された新しい会社であり、これからの展望も非常に注目されています。一部で、ジャニーズ事務所に合点、ジャニーズ天下り事務所、と揶揄されつつも、トベは安定した運営資金と平野市用を中心としたアーピスト陣による活動によって勢力を拡大しつつあります。 平野の仕様の戸辺への合流とインスタグラムの人気再燃により、彼の将来の活動に対する期待は高まっています。特に CM 契約の可能性については注目されており、既存の有名企業との再契約が実現すれば、彼の成功がさらに加速することでしょう。 飛べは新たなエンターテインメントの場として存在感を増しており、平野紫耀を中心としたアーピスト人の活躍が期待されています。彼のファンや一般の人々は、彼の新たな CM 出演やその他の活動にますます注目していくことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。